マイケル・サーズ・ミハイル・サーシュは、ノルウェーの神学者、生物学者である。ノルウェーのフィヨルド海底の生物を調べ、深海にも生物が存在することを示し、深海生物研究の端緒を開いた。ベルゲンで生まれた1823年から、フレデリック王立大学で神学と博物学を学び、1828年に、神学の過程を終えた。 オスロやベルゲンの学校で教え、1831年からノルウェーの北西海岸の町の教区牧師を務めた。8年後にベルゲンの北のマンジャーに移り、1854年からベルゲン大学の動物学の教授に任じられ、その後は動物学の教授として働いた。1829年にノルウェーの海洋生物に関する最初の著作を行い、 ベルゲン海岸で発見された生物に関する著作を行った。1850年にノルウェーのフィオルドやロフォーテン諸島のドレッジ調査の結果を報告し、イギリスの海洋学者、エドワード・ホーブスの海洋生物の数が深さとともに減り、500メートル一心は無生物体であるという学説を否定した。詩人、文芸評論家のウェルハーベンの妹と結婚し、息子には 歴史家のアーンスト・サーシュ、海洋生物学者のゲオルク・オシアン・サーシュがいる。娘に、メゾソプラノ歌手のエヴァ・ナンセンがいる。ルートビヒ・ダームシティートル、ハンブーフツアゲシヒテデアナチュリステンシャフテン・ウントデア、テクニック、スプリンガー、ベルリン 1908S521。ありがとうございます。